ナンバーアンダーラインアイシングルアルバムのデジタルランキング2冠達成おめでとうございます。ナンバーアンダーラインアイシングルアルバムでデジタルランキング2冠達成2024年5月27日にリリースされたナンバーアンダーラインアイのミニアルバムノーオーリングはリリース直後から多くの注目を集めそのリードトラックボンのミュージックビデオ MV は瞬く間に話題となりました。 ナンバーアンダーラインアイは近年、日本や国際的な音楽シーンで新鮮な風を吹き込み、彼らの独特なスタイルと魅力で多くのファンを魅了しています。ナンバーアンダーラインアイが5日発表のオリコンデジタルランキングで、週刊デジタルシングルと週刊デジタルアルバムの1位を獲得し、自身初のデジタル2冠を達成した。2作目となるデジタルシングル、ボンの初週 DL 数は6.0万。 同曲収録のデジタルアルバム、ノー・オー・リングの初週 DL 数は3.2万を記録し、それぞれ初登場1位となった。初週6.0万 DL は、前作、ゴートに次ぐ今年度2位の数字となった。10分の6月オリコン調べ。この記事では、ナンバー・アンダーライン・愛の躍進と、ボンの背後にある物語に焦点を当て、その成功の秘訣を解明します。 ナンバーアンダーラインアイは自身のスタイルを K-POP や J-POP から一線を画す N-POP と称し、新しい音楽ジャンルを提唱しています。この新たなジャンルは韓国の K-POP や日本の J-POP と異なり、独自の音楽と視覚的なスタイルを持ち、異なる音楽文化の融合を追求しています。ボンはその象徴的な例であり、シンセサイザーとトラップビートが融合した楽曲は、 どこかに世界的な雰囲気を醸し出しています。ボンの MV はシュールなビジュアルと前衛的なダンスパフォーマンスで視覚的なインパクトを与えました。プロデューサーのシュヒラノは日本の伝統文化と現代のエレクトロニックミュージックを巧みに融合させ、一度聴いたら忘れられない中毒性のあるトラックに仕上げています。さらに MV では多言語の字幕が用意されており、 国際的な視聴者にもアクセスしやすい工夫がなされています。ナンバーアンダーライン愛のファンコミュニティはその多様性と熱意で知られています。ボンに対する反応もまた多種多様でした。初めて聞いた時に何これと思ったファンが次第にはまっていくという現象は彼らの音楽が持つ独特の魅力を物語っています。ファンの声を通じて見えてきたのは ナンバーアンダーライン愛が生み出す音楽が単なるエンターテインメントを超えて、人々の心に深く響いているという事実ですナンバーアンダーライン愛は、デビューからわずか数年で急成長を遂げました。彼らのシングル Go とはその象徴的な楽曲であり、日本国内外で高い評価を受けました。そして、その後のミニアルバム No.O.Ling はさらなる成功を収め、 デジタルランキングでデジタルシングルとアルバムの両部門で1位に輝きました。これにより、彼らは自らの地位を確固たるものとし、次なるステップに向けた飛躍を感じさせました。ボンはシュヒラノとモンジョへの共同プロデュースであり、その制作過程には多くの試行錯誤がありました。特に、彼らは伝統的な日本の音楽要素を現代的なビートと融合させることにこだわり、 その結果、独自のサウンドが生まれました。さらに、コラボレーションによる多様な視点が、楽曲の深みと幅を増し、多くのリスナーを引きつけました。ボンの歌詞は、日常の喜びや痛みを繊細に描き出し、その詩的な表現が多くの共感を呼びました。還元すれば、その歌詞は聴く者にとって、一種の心の旅を経験させるものと言えるでしょう。具体的なエピソードや、 リスナー自身の経験とリンクする内容が、楽曲のリアルな感情を増幅させました。ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らの終着点ではなく、新たな旅の始まりにすぎません。彼らはこの成功を糧に、さらに高い目標を掲げ、国内外でのさらなる活躍を目指しています。その挑戦は、既存の枠にとらわれない創造的な活動を続けることであり、 常にリスナーに新しい驚きと感動を提供し続けることに他なりません。音楽は国境や文化を超えて人々の心をつなぐ力を持っています。ナンバーアンダーライン愛が生み出す独自のサウンドとビジュアルはまさにその力を象徴しています。彼らの楽曲が多くの人々に届き新たなインスピレーションを与えることを願いつつ私たちは次の作品に期待を寄せています。 これからもナンバーアンダーライン愛の音楽がどのように進化し続けるのか、彼らの未来に大いなる期待を抱きつつ、彼らの進化を見守り続けたいと思います。あなたにとってナンバーアンダーライン愛の音楽はどのような影響を与えましたか彼らの次の挑戦についてどんな期待を持っていますか一緒に考えてみましょう。ナンバーアンダーライン愛の背景には、個々のメンバーの努力と才能が輝いています。 彼らは常に新しいものに挑戦する姿勢を持ち、自らの音楽を進化させています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーであるユタ、ミコ、ヨウは、それぞれ異なる背景と音楽経験を持ち、彼らの多様な視点が一つの音楽ユニットとして融合しています。彼らは個々に異なる音楽スタイルを持ちながらも、共通の目標を持ち、クリエイティブなプロセスを通じて互いに刺激し合っています。ユタの歌声は、 力強く感情豊かであり、巫女の繊細なハーモニーと量の鮮やかなラップが絶妙に絡み合っています。この3人の科学反応が、ナンバーアンダーライン i の音楽を他のどのグループとも一線を隠すものにしているのです。具体的な楽曲制作の過程においても、彼らは常に新しいアプローチを模索しています。例えば、彼らはスタジオでのクリエイティブなセッションを通じて、即興的なアイデアを取り入れ、 楽曲に新たな要素を加えることを重視しています。こうしたアプローチが彼らの楽曲に独特なダイナミズムとエネルギーを与えています。ナンンバーアンダーアダライン1の楽曲はリスナーに対して強いメッセージを発信しています。彼らの歌詞は人々の日常生活の中で感じる喜びや悲しみ、希望や絶望といった感情を繊細に描き出しています。彼らの楽曲を聴くことで リスナーは自分自身の人生と向き合い、内なる感情を再確認する機会を得ることができるのです。彼らの音楽は一種の自己反省の儀式とも言えるでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛はビジュアル面でも革新的な表現を追求しています。彼らのミュージックビデオやライブパフォーマンスは常に視覚的な驚きと感動を提供しています。特殊効果や映像美術を駆使し、 見るものに強烈なインパクトを与える演出を取り入れています。彼らのライブパフォーマンスは、音楽とビジュアルの両面からリスナーを引き込み、一体感を生み出しています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、一夜にして成し遂げられたわけではありません。彼らは多くの試練と困難を乗り越えながら、自らの音楽を追求し続けてきました。例えば、初期の頃は限られたリソースでの制作活動を余儀なくされ、 プロデューサーとの意見の衝突やリリースの遅れなど、数々の困難に直面していました。しかし、彼らは決して諦めることなく、自らのビジョンを信じ続けました。このような困難な状況を乗り越える中で、彼らの音楽は、ますます成熟し、多くの人々に支持されるようになりました。そして現在、ナンンバーアンダーアダライン I は音楽業界において、確固たる地位を築いており、